西口真又駅は、栃木県小山市乙女山丁目にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。宇都宮線の愛称区間に含まれており、上野駅発着系統と、新宿駅経由で、横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で、東海道線に直通する上野東京ラインが、停車する。端式ホーム2面2線を持つ、地上駅。 ホーム上に、橋上駅舎を有している。バリアフリー加工時前は、快速、貨物列車等の対比用として、島式ホームに2番線があり、2番線と3番線で、島式ホームを形成していた。現在は2番線にあたる、河川、線路は取り外されて、3番線ホーム用のエレベーターが2番線の、旧軌道跡地に設置されている。駅舎へ連絡するエレベーター、公衆トイレがあり、 改札内から、駅ホームに連絡するエレベーター、トイレ、飲料自動販売機がある。エスカレーターは設置されていない。JR 東日本ステーションサービスが業務を受託する、業務委託駅で、自動改札機、自動生産機、指定席券売機が設置されている。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は3224人で、ある。 近年の推移は以下の通りである。旧まま、田町中心部の日光街道、ママタ地区は2キロ弱ほど北に離れている。駅に近く交通も主弁な乙女地区には、金融機関支店や商店街、アパートなどの集合住宅や福祉施設、医療施設、工場などが集積。道路が狭く空洞化の激しいママタ地区に代わって、利便性、居住性が高まってきている。 また、東駅周辺は、高度経済成長期以降に、小山駅まで、東京近郊区間に組み込まれるなど、東京方面との結びつきが強まったことなどにより、東地小山都市県だけでなく東京通勤通学圏の、ベッドタウンとしての性格を併せ持つ、住宅地開発が進捗し、社会的人口を流入が進んだ。これによって、駅税圏の人口は急増し、 駅利用者数も増加していった。近年は、駅前県住民の高齢化や、段階の世代の定年退職により利用者数は、ピーク時に比べ減少している。しかし、都市再生機構により、美しが丘地区に、グリーンタウン小山南が開発されるなど、駅としての新規利用者の獲得が進んでいる。また2016年1月には、新小山市民病院が、 人との家畜に新築移転となり、患者及び遠方からの見舞客の当駅利用が、中心市街地を経由せず短時間でアクセスができることから、小山駅利用と合わせて重要なアクセス駅となっている。駅開業当初からの駅出入り口である。かつては工場が駅に直結しており、旅客駅ではなく、普通駅だった。現在は工場跡にはマンションが建ち、 新4号国道の開通もあって、国道4号の交通量が少なくなるなど、環境も改善してきている。西口からは、市役所支所等を併設する白鷺館や総合病院などを結ぶ路線バスと国道4号を経由し、小山駅へ向かう小山市、コミュニティバスが発着している。駅から線路沿いに、乙女浅草商店街が形成されているが、空洞化が見られる。 大規模駐輪場を備えている。まま大気前交番をはじめ、主な観光所、文化施設等は西口側にある。1979年2月に、京城駅舎化に合わせて東口が完成した。当初東口は商業地の集積が望まれたが、現状では住宅を中心としたものとなっている。またコンビニエンスストア、飲食店、診療所等の集積が進んでいる。 周辺地区の玄関口となるとともに、栃木県立高山南高等学校の通学口でもある。美しが丘ニュータウン方面への路線バスや、新小山市民病院方面への小山市、コミュニティバスが発着しており、その玄関口としての機能を持っている。2007年夏には、駅前広場が整備された。大規模な自転車駐輪場を備えている。かつて、 駅がある赤地区と隣接する平和地区との間に農家の防風林からなるグリーンベルトがあったが市街地整備のため2019年現在ほとんど消失しているかつて水戸線直通急行つくばねは短絡線を通って水戸線へ乗り入れる関係で隣の高山駅に停車することができなかったため大体的に当駅に停車していた短絡線は廃線となっており 撤去済みである。ありがとうございます。